第23飛行隊は航空自衛隊航空教育集団飛行教育航空隊令下の飛行訓練部隊。2000年にニュータバル基地で新編され F-15J、DJ による戦闘機操縦課程の教育を行っている。1990年代の航空自衛隊の戦闘機操縦課程では浜松基地の第1航空団で T-4 練習機による訓練後、松島基地で T-2 練習機による戦闘機操縦過程へと進み、その終了後、F-15 かほどは第202飛行隊、F-4EJ 開過程は第301飛行隊のそれぞれの機種、転換操縦過程へ進んだ後、各飛行隊へ配備されていくというプロセスを踏んでいたが、T-2 の退役時期と、 F-2 戦闘機の収益時期が近づいたことから、戦闘機パイロット教育体系の根本的な見直しを迫られることとなった。これにより、1999年8月3日に、ニュータバル基地で臨時飛行教育航空隊が発足して F-15 への転換訓練を開始し、転換訓練を今まで担っていた第202飛行隊が2000年10月6日に閉隊され、 同日に臨時が外れた飛行教育航空隊と例下に第23飛行隊が編成された。なお、第23飛行隊は教育専門の飛行隊として編成されたため、大量空振パン措置任務は除外されている。舞台マークは23を表す黄色と赤色の矢を背景にして奮い立つ野生の若駒をデザインしたものになっている。ありがとうございます。